次の茂和は愛知県天群出身の建築家、教育者、実業家である。1887年に愛知県天群佐弥町に生まれた。旧制の愛知第三中学校を中退し、単身でアメリカ合衆国の渡った。現地のハイスクールを経てスタンフォード大学で土木工学を専攻し、卒業後はアメリカ合衆国で建築家として活動した。その後に、 アメリカ合衆国に留学中の杉野義子と知り合い、1914年に結婚した。1920年に夫妻で帰国後、茂一は日本統治時代の朝鮮にあるピョンヤンで建築家として活動していた。1926年に義子がドレスメーカー学院を設立すると、義子に事業を手伝うように懇願され、杉野学園の初代理事長に就任した。 専修学校や各種学校の法的地位を確立させるために奔走するなど教育者として活動する一方、現在の杉野副職大学の校舎、体育館、衣装博物館などを設計する建築家としても活動した。故郷の佐野町が1965年に調整施向10周年を迎えると、茂ゲは個人的に佐野町に1000万円を寄付した。佐野町は 杉野の名を冠した図書館の建設を計画し、1966年には、佐野町立杉野図書館が開館した。東京都品川区上大崎4の4にある二人の旧宅は杉野記念館として公開されている。目黒駅を西に出て、どれ目通りと呼ばれる通りにある。杉野記念館では、杉野よしこ遺作展などを開催している。ありがとうございます。